鍵なくしました。さっきですね、受付してたんですけど、受付してまして、で車戻ったんですよ。あれ鍵ねえぞと。あれと、ドア開いてんすよ。え、マジで、え、ドア開いてんぞみたいな。あれ閉めて、え、鍵ねえしドア開いてるし、どういうことやねんみたいな。うっそーみたいな。マジで笑い事じゃないんですけど、いやマジかみたいな。まああと1時間あるんで、その延長ケーブルをですね、ちょっと暑いな、延長ケーブルを買ってこようと思って、車でね、こっから10分ぐらいでケース電気とかあったんで行ってこようかなと思ったら、どうしよう、やっぱ吉谷北見で鍵をなくすマジ最悪だよどうしよう、嘘だよありましたありました、嘘だよありましたよ。いい気味だと思ってたでしょ、こいつ調子乗ってっからや、罰が当たったと思ったでしょ。罰当たるわけないでしょ、僕が頑張ってんだからめちゃめちゃ頑張ってるよ僕。いや、あの結論ですね、いや本当に鍵なくて、で探して、あれです、しかも車の鍵、車開いてたんですね。あれマジか、どうこうやったかな。でまあ一つ記憶があるとするなら、まあもう着替えたんですね。でこれトイレで着替えたんですよ、便所で。いやでも便所置いたかな鍵、あ待ってよ、いやで便所行ってみようと思って便所行ったら、うんこするとこにポトッと置いてありました。いやーもうね、10分ぐらい焦りましたね。まずここを調べてね、いやねえなみたいな、いやあと、いやでも便所で取られてたら終わりだしなみたいな、いや便所で、でも着替えたからな、そのとこ置いたかもしれないなと思って、ありましたよ鍵がポトンって。いやーマジでね、死ぬかと思いましたねマジで死ぬかと思いましたね、だって帰れないですよねいやよかったよかった。いやほんとね、財布なくした時とか携帯なくした時とか青ざめるじゃないですか。車のキーなくして、しかもですよ、ここ北見でここ北見で車のキーなくしたらマジやばいですよね。もう相当もう、あの携帯とかね、携帯もまあやばいですけどね、なかなかファンキーですよね。いやー、で、あ、明日ね、明日あやさんを、セミナー終わったら明日あやさんを札幌までね、送っていくっていうことだったんでどうしようみたいな、いろいろもう、うわー考えましたね。うわー、うわー、もううわーみたいな考えて、わかるでしょ、わかんないか、わかんないか、気持ちわかんないよね